違えた。ああ、今テロップを打ってるんだけど、よし、できた。おこんちは、ありがとう。おこんにちは、学校の先生来てくれてありがとうございます。こんにちは、あおいたん、こんにちは。よさん、こんにちは、来てくれてありがとう、ありがとうございます。ごご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 ご、ありがとう。きょちゃん、ごごごごご、顔が暗いかな。ほら、誰この可愛い子。あら、ありがとう、ごうさん、こんにちは。ナンバーあおいです。すごいなんかアバターが反映されなくて透明人間になってる。あおいたん、こんにちは。はるみみ、こんにちは、ありがとうございます。はい、ということでですね、ちょっとお仕事が早く終わりまして、で、まあ埼玉県民の日なのでと思いながらも、どこにも特別出かけてるわけじゃないんだけど、新幹線の中でもなんか何言ってるか、そうなの、やっさん、ありがとう、やっさん。な、写りがいいよ、ありがとう。学校、学校ではない、学校ではない。はい、そんなこんなでですね、よいしょ。まあせっかくなので見てください。ゴディバのショコリキサーってわかる？そう、それの本当はね、タピオカが飲みたかったんです。あおいたん、ゴディバのショコリキサーのタピオカか、あの抹茶のやつが飲みたかったんだけど、なくて、完売でイチゴを頼んだ。うん、うまーい、うまーい。こんにちは、はるこ。あ、安いにょん、ありがとう。飲む？いちごどうぞ。ありがとう、バラより君は美しい。小判もありがとう、安いにょん。透明人間。そう、アバターが反映されてない。あおいた、あ、ダックさん、見て、いちご。仕事終わったの、羨ま。いや、もうショールームをするために早く終わらせてきた。あおいたん、こんばんは。あ、源内さん、こんばんは、こんにちは、来てくれてありがとう。タピオカじゃないのか。いや、そうなの、タピオカが飲みたかったけど完売してたの。贅沢な悩みだな。そうね、おいしそうでしょ。そうなんですよ、そう、あのいちごもなんかこれ期間限定らしいので、ゴディバにゴディバ行くよっていう方、あの行ってください。これなんかね、甘すぎず、いちごの酸味がちょうどいい。あ、うまっ。ありがとう、うまっ。俺のアバターはアオイタンだから、アオイタン透明人間なのか。嘘やん、困ったな。ありがとう、みんな、お星様50カウントありがとうございます。ただいま皆様の左手のバナーにある、道玄坂コネクションの出演者をかけたイベントに参加しております。今日の21時59分でイベントが終わりなんですけども、この配信は、まあ、ゲリラでちょっとだけやりますっていうやつです。俺の、あ、まあ、ここだ。とりあえず50アウトは終了です。ありがとうございます。ぜひお星様50カウントで最後まで応援よろしくお願いします。よいしょ。埼玉といえば有名なのはどこなの？埼玉といえば幸手市。幸手市じゃないですか。やあおいたん、お墓参りして寿司食べてきた。流れる寿司いいな、お寿司ありがとう。おりさん、こんにちは。あおいたんです。ありがとう。ぜひ初見の方も、数字1から501個ずつ打つと50ポイントまで入るので、ぜひお願いします。もしくはですね、あおいたん何飲んでるの？あ、いちご味だ。あおいたんと関節ほにゃららなんてコメントを50個入れていただけるとポイントになります。よろしくお願いします。
タン、ごじゃおいたありがとう、ゆんめいさん。何が喉にから、そうなの、なんかさ、喉に変虫いるんだけど。いや、昨日、いつもその、ショールームイベ期間とか、ショールームがね、寝る前に終わったら、おやすみなさいってツイートして、寝るのに、昨日、もう配信終わってから、床にピュッってなって寝ちゃってたから、もう全然あのツイートもできてなくて、ツイート作ってる分の画面で寝てた。さてて埼玉の渋谷とか新宿みたいなとこなの。おっと、いやでもそう言われると、埼玉の渋谷とか新宿みたいなところは浦和とか大宮じゃない、浦和大宮で、多分浅草的なノリのところは川越だと思う、青い玉ね。葵&春子とは好き好き終了、ありがとう、安いにょん、いちご乾杯。定期葵ちゃんルーム、初見さんの方も右上のフォローして仲良くしてありがとうございます。こんにちは、あ、稲垣さんこんにちは、ワインありがとう、ワインいちごだよ、いちご、いちご、うん、なんかね、で今どこで配信しようかなと思っていて、あの場所を探していたの。いやね、こっちの方にね、なんかいいね場所はあったんだけど、すごい眩しいのよ、ちっちゃい子が走ってる、見て、もう眩しすぎて、眩しい、眩しすぎて、眩しすぎて、だだってぐらい眩しすぎて、全然ちょっとあのほら、もう画面のあれが見えないんだ。どこだ、めっちゃ寝落ち、そうなの、いやそうなんですよ、だから寝落ち、そうたまにあるんだよね、床にそのまま寝ちゃうの。りほちゃんありがとう、りほちゃんお誕生日おめでとうお誕生日の、お誕生日のゴディバ、そうツイート待ったけど来ない、思った、ごめんね、ありがとうね、もうスクショもいつもありがとう。50体出た、そろそろ床で寝落ち、命に関わる季節だ、気をつけろ命に関わる、いやでもそう、なんかそのまま体育座りで寝てることとかあるから、今日もいい日だな、眩しい50、うん、ここだな。じゃあさっての東京で言えばどんな感じのとこなの。さっての、さっての中で、さっての中で駅前じゃない、駅前。あいたんかわいいだ、ありがとう、源内さん。溶けちゃないで、溶けね、溶けちゃね、誰か走っとるやん、やっぱあれかな、なんかみんなあれだよ、学校が終わってとかじゃない。ゴディバ飲んだことない、いや、あの皆さんぜひ、あの、あえてあんまりスタバで飲み物を飲んだことがないんだけど、抹茶フラペチーノとかぐらいしか飲んだことないんだけど、あの、ゴディバのショコリキサーがあるところとか、あとゴディバのなんかソフトクリーム出してるところとかあるんですよ。そう、あのね、美味しいからぜひ飲んでほしい。ナンバさん、こんにちは。昨日浜松町お疲れ様。あ、翔平さん、ありがとう。お疲れ様。ありがとうございました。寒い中。こんにちは、いちご、ゴディバ。そう。これ期間限定だからね。眩しいね。いや、眩しい。天気はいいけど、外は寒いよ。風が冷たいんだってね。また高級なもの飲んだな。人参とはお家だよな。あれ、人参。1日に4回も見れるなんて、いいお誕生日。わーい、わーい、わーい。今、おいたは何？今日3回目か。3回目ね。わかんないよ。あともう1回ぐらいあるかもしれんよ、いうことに。わからんよ。さってって東京で言ったら多摩地区？東京で言ったら難しいな。ノバナ誘わなかったの？ノバちゃんは、ノバちゃんのお仕事がこんにちは。あー、山手さん、こんにちは。来てくれてありがとう。ゴディバです。なんかね、上のつぶつぶがね、美味しい。お星様集めてくるね、ありがとう、ありがとう。7分から3周目集められるけど、すぐ終わっちゃう、終わらない。
今何時？52分。あいたんって何分から始めたの？この配信何分から始め、まあいっか7分からじゃあ大丈夫。りほちゃんと1分1秒でも長く過ごさないといけないから今日は待っているのだ。こんにちは、おいた。あー、トシこんにちは。ゴリバ飲む？いちごだよ、いちご。どこだ？なお、ありがとう、時間、ありがとう。15時42からありがとうございます。まだ今10分ぐらいか、大丈夫、あと5分ぐらいかな。じゃあさ、5分ちょっとお話ししようと思います。あっち、ここあっち、ほんと、いやあっち、あっち、いやあっち、どこ行ってもあっち。よいしょ、はあ、帰ってきた、帰ってきたよ。よし、で今日はですね、そうあの、みんなちゃんと、そう、忘れてないよ、葵たんは。よいしょ、大丈夫かな、なんかちっちゃい子とかに変な目で見られそう。よいしょ、でれてー、はるこー。だからちょっともう、あの、今日は残りの時間ははるこたんとお散歩。どこだ、ナウ令和、ありがとう、令和、令和時代ですね。でもギガがあれだから無理しないでいいの。もうね、このショールームイベでギガが尽きてもいいの。流れてくるお寿司は15皿でやめといた。もう5皿ぐらいいっとけばよかったかな。アイタンってお寿司何皿食べれるんだろう。なんか結構ね、部活やってた時は15皿ぐらい食べれた気がする。俺は14分かいの。まあいいか、ごめんて、ありがとうね。ゴディバ飲みたいけど遠いだ。福岡寒すぎるもんだ。嘘、本当に？でもね、関東も寒いよ。屋外なのか建物の中かと思った。ん？屋外でしょうか、建物の中でしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。ちなみにですね、今ね、支援ゲージを設定してて、あと4万7000で花火が上がる。変な目で見られるのはもう慣れっこよ。慣れてる、はるこー。あ、しかも違うんです、はるこ、あの、ちゃんと模様替えしました。うちが知らない人だったら変な目で見ちゃ、ねえ、やめてよ、近寄って。はるこ、髪の毛どうした？ハゲたの？髪の毛ハゲた。お散歩、お散歩、さあお散歩。ちっちゃい子に変な目でいつもだから心配。あれ、たけし、ちょっと待って。ありがとう、たけし、こんにちは。ありがとう、皆さん、はじめましての方、来てくれてありがとうございます。よいしょ、自己紹介してなかった。はい、ありがとうございます。ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔の、わあ、葵たんことナンバー葵です。ただいまイベントに参加してます。でこの後も配信するので、ぜひ右上のハートピンクにしてってください。ギガなくなったら動画見れなくならない？で、アイタンお外であんま動画見ないんだよね。フェンス見えたけど、フェンス見ないで見て。ハルコ、ハルコ、ゴディバだよ。あ、見えない、見えない、ゴディバ、ゴディバだよ。派手うさぎ仕様からモデルチェンジやな。そう、これが一番かわいい春子。仕事中だから星だけ投げて、あ、くるってや、ありがとう、くるってや、ゴディバどうぞ。うまい。あおいちゃんもデータマックスプランにすればいいのに。そう、なんか、そう、容量上げようか悩んでるんだよね。ラハート100連だ、ありがとう。これさ、よいしょ、一向にさ、みんなのアバターが反映されないんだけど、なんかなんでだろう、みんな透明人間なんだけど、どうしたらいい？ねえ、見せてあげたい。電車の中って暇じゃない？でも電車の中はなんだろう、なんか写真とかは見るけど、写真整理したりとか。あおいたん、こんにちは、かわいい、あ、ゆきゃどん、こんにちは、来てくれてありがとう。はることお散歩だよ。でもそう、電車の中は最近もう一息分だけでもすぐ寝ちゃうんですよ、あおいたん。だからね、あんま意味ないの。そう、あ、りゅうちゃん、
ありがとう、カウンカありがとうございます。みんな昼間のこの時間にありがとう。ぜひ右上のハートをねピンクにしてね、でツイッターもボタンを押して、ナンバー青い配信中ってツイートをしてください。ぜひ。うんと、あ、ラオウさんこんにちは。キッチンダイブに行けばハルコに会えるかな。ありがとうラオウさん。ハルコキッチンダイブいる時もいるし、いない時はいない、いちごありがとう。いいえ、よいしょ、いちごいちご。ハルコ気をつけろ、口にゴディバシミができるぞ。昔ソフトクリームシミをつけた犯人は俺です。やめてくれ。透明人間アバターってみんな透明なの、名前しか出てない。もともと透明な空気のような存在なので通常、あーそうだったか、そっか、じゃあいっか、じゃあいっか。立って寝れ、あ、そう、あいた電車の中で立って寝れる人、そう、全然立ってこうやって倒れそうになる。ハルコ今日も綺麗だぞ、ありがとう、ありがとう。よし、ガシよし。今何分、58分。いるときはいるし、いないときはいない。よく見てみ、当たり前やはい、で今日のねこの後の配信のタイムテーブルなんですけど、この後、まあ、もう一回ちょっとどこかでゲリラができたらしたいなという。で、あとは、もう21時59分でイベントが終わりなので、21時10分からですね、あのファンルームにも大抵が載ってるんですけど、21時10分から22時まで最後、イベントラスト配信となりますので、最悪その時間にはまた応援に来てくださるととてもとても嬉しいです。で、あとですね、まあ、他にもライブの情報とか、ラックユーアイドルパスのホームページやツイッターの方に載ってますので、ぜひそちらを見て、ご予約をお願いいたします。ピコリンちゃん、ん、あ、リホちゃんありがとう、リさんありがとう、ありがとう、どうぞ、ハッピーバースデーゴリバー。飲ませたい、ハルコに飲ませたい。アオイちゃん動物園にいるの、あ、戻る、あ、戻る、動物園行きたいけどね、行きたいけど、はーい、行けな、はーい、よいしょ。は、いちご味から染みついてもハルコの色とここ、あ、そう、一緒だよ、ピンク一緒。こままお昼寝できる。よし、これさ全然ね、あのね画面が動かなくて、星投げてるのも全然動いてないんだけどさ、みんなどうなってる今、落ち着いてる、どうなってる、全く映ってない。りほちゃん終わった？はるこたん口閉じれないからこぼしちゃうね。確かに確かに。あよいしょ、危ない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 。そこでお昼寝はお亡くなり案件ですな。一気に寒くなるぞ、寒いの嫌だ。ハルコ逃げる、危ない危ないよハルコ。50完了場行きも、ありがとうございます、ありがとう。アナウンスが、迷子のお知らせかしら。床で寝た人はこのルームですか、このルームかしら。よいしょ、大丈夫かな皆さん、そろそろ終わって大丈夫かな。なんせ誰もね動いてるのが見えてないからさ、どういう状況かわからないんだけど、大丈夫そうですかね。よいしょ、ん、よいしょ。どこだ、迷子のお知らせ、葵たんか、葵たん迷子のお知らせ、春ママ葵たんを迎えに行ってあげて春ママはいるいる。よいしょ、大丈夫、これ大丈夫かな。よし、はい、ということで、じゃあ、あ、スノーさんだ、ハートありがとうございます、ありがとう。スノーさんこんにちは、来てくれてありがとうございます。音符もありがとう。連続投げしてる人はいないかな、大丈夫かな。そしたら、これ、
大丈夫かな。じゃあということで、ちょっとなんか電波もすごい悪くなってきたみたいなので、ちょっとしょうがないのですが、そろそろ終わりにしようかなと思います。コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。5位りほちゃんありがとう。4位、あ、入れ替わった、待って入れ替わった。5位ひろえものさんありがとう。4位ゴーさんありがとう。3位ゆっぴーさんありがとう。2位はるみんみんありがとう。1位りほちゃんありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと、もし途中の方いたらごめんなさい。右上のハートが白い方、ぜひこの後も配信するのでピンク色にしてってください。よろしくお願いします。よし、それでは以上、ラックユーアイドル編集部葵たんことナンバー葵でした。また後でねー。